めんなさいね、今怪談話してたの。なになになに、それは私を入れてくれなきゃ。そうだ、あのこの前頼まれてたやつ持ってきてもらったよ。コナミママじゃない、イチョウさん、ありがとうございます。いいえ、あんなものならいつでも言ってちょうだい。なに、また町内でイベントか何かやるの？今回はね、うん、仮装パーティーみたいなことやるの。それでイチョウさんにお借りしたんだけど。あれ、ここに置いといたんだけどな、落ちてもないし。もしかしてこれ？これです、ありがとうございます。そうだ、これなんて、待ってよ、ほらこれ、これこれこれ。あら、それ私たちがここに着いた時、5人でこそこそ隠してた。昨日一丁がコナミちゃんに渡したものが何だったんだ。私こういうイミテーションいっぱい持ってるの、大好きなんだ。ゴージャス、さすが女の子たち喜ぶんじゃない。最近は男の子も。あ、そうなんだ。なにこれ、ほら、ロボって言うでしょ。これ、映っちゃってんだ。あ、これはイヤリング。あ、イヤリング、ほら、わー、すごい。そうだ、まあ、いいんだや。わー、別に事件性はなく、お客さんの忘れ物でもなく、コナミちゃんが置いていただけだったのね。なんかものすごく疲れたね。でも、もう一つ解決していない問題があるじゃない。コナミちゃんって声。そう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 、なんかね、さっき配達に行った時、コナミちゃんって名前呼ばれたんだってね。どれくらい前？15分ぐらい前かな。何かうちが見えてきたぞ。もしかして